フィリピンの移住したい方からのご相談なんですけれども、現地でですね、偽札をつかみましたというのがあるんですけど、僕も経験あるんですよね。で、高額紙幣はですね、ブルーの、1000ペソ札なんですけれども、まあ、日本でいう1万円札ですね、まあ、日本円でいうと2400円ぐらいの価値だと今思うんですけども。これにですね、透かしが入ってなくて、偽札が結構混じってたりするので、まあ、街中のですね、ちっちゃな商店とかでお金を受け取った際はちょっと気をつけられた方がいいかなと思います。まあ、なかなか見抜くのは難しいんですけども、あなたが、もし作ったなんて思われたら、まあ、臭い飯食うことになるので、大変なことになるので、で、両替する場所ですよね。あと、僕も、マレーシアのですね、空港で、クアラルンプールの空港でですね、100ドル札のコピーを受け取ってしまったことがあるんですけども、まあ、こういうちゃんとした両替所でも混じっていることがあるので、ちゃんとそのレシートは取っておきましょうってことですね。